こんにちは、ファイナンシャルプランナーのタカです。今回は Amazon から他人の荷物が届いたらどうする、開けても OK、対処方法を解説というテーマの動画になります。今回もブログ良品習慣をベースに解説していきますのでよろしくお願いいたします。先日ネット通販大手の Amazon から自分とは全く関係のない人の荷物がご配送されました。番地が少しだけ似ているのと部屋番号が同じというだけで全く他人の荷物でした。対面であれば受け取り拒否ができるのですが、宅配ボックスに入っていたのでどの業者に連絡しようかもわかりません。自分が注文した荷物ではないので、もちろん Amazon の注文履歴にも残っておらず、問い合わせ方法がわかりませんでした。いろいろと試行錯誤した結果、カスタマーサポートへ連絡することで解決したので、その手順をお伝えいたします。まずはじめに、今回の動画は自分とは全く別人宛ての荷物が Amazon の配送業者によってご配送されたという事例になります。自分で注文した商品の中身が違っていた場合や、他人から自分宛にギフトとして送られた場合とは異なりますので、ご注意ください。ちなみに Amazon によるご配送だと分かったのは荷物の伝票に小さく Amazon と記載されていたためです。これが実際に配達された荷物の画像です。続いてご配送の対処方法になります。自分とは全く関係のない人の荷物がご配送された場合の対処方法について結論からお伝えします。対処方法はこちらにご覧の3点になります。まず Amazon.co.jp のサイトにログイン。Amazon カスタマーサービスへ連絡して伝票番号を伝える。Amazon カスタマーサービスの案内に従って対応する。それでは次の項目から手順を詳しく解説していきたいと思います。まずはじめに Amazon のサイトにログイン。今回の動画ではスクリーンショットは iOS 版を使用していますが、Android 版でも基本的に流れは同じです。まず Amazon の公式サイト amazon.co.jp にアクセスして自分のアカウントでログインします。使用するのはアプリでもブラウザでもどちらでも OK です。ただし Amazon ではログインした状態でなければカスタマーサービスを利用できません。ログインした状態で右下の、メニューのボタンをタップします。こちらアプリでの画面の様子です。続いて Amazon カスタマーサービスへ連絡という手順について解説します。画面を下側にスクロールしカスタマーサービスをタップします。次に最近の注文内容から問い合わせ対象を選択する画面になります。今回は注文した商品とは関係がないので、一番下のその他の問い合わせをタップします。次にどのようなお問い合わせでしょうかの画面で各種サービスをタップします。次の問い合わせ内容の画面では厳密には違いますが、こちらに当てはまるものがないので、サイトの不具合を選びます。続いてカスタマーサービスへ連絡をタップします。次に今すぐチャットを開始するをタップします。問い合わせは電話でも良いのですが、チャットだとすぐにつながりやすいです。すると AI チャットボットとのやり取りが始まります。問い合わせ内容では誤配に関する項目がないので自分で文章を入力します。僕の場合、自分とは関係のない荷物が届いたというふうに直接入力して送信しました。そうするとなぜか最近の注文内容から問い合わせの対象の選択を求められるので×ボタンで一度閉じます。すると新たな選択肢が現れ、目的の注文していない商品が届いたが選べるようになります。ここでようやくオペレーターによるサポートを受けられるようになります。ここでもチャットか電話を選べますが、今回はチャットを選択しました。数秒待つと、それまでの AI チャットボットではなく、オペレーターとのチャットに切り替わります。ここでは Amazon オペレーターとチャットでのやり取りが始まります。オペレーターが準備中の間も要件を書き込めるので、自分とは関係のない人の荷物が自宅に届きましたと、まずは簡潔に述べておきます。次に荷物に記載されていた情報を記載しましたが、必要なのは伝票番号のみのようでした。改めて問い合わせ伝票番号を記載して送信しました。伝票番号を伝えてから1分ほどで返信があり、手元の商品は処分しても構わないという回答になりました。ただ後でトラブルになっても困るので、改めて返送不要ですねということを確認しましたが、大丈夫だという回答になりました。これでチャットは終了し、オペレーターの評価画面になって手順は完了です。手順は完了しましたが、誤配商品の正体を知りたかったので、開封してみることにしました。中身はアコースティックギターの弦2つです。調べてみたところ、1つ1000円程度の比較的安い商品なので、返送不要だと案内されたのだと思います。返品送料の方が高くかかりそうです。ただ、特に使う予定もないので処分することにしました。ここから Amazon アカウントを持っていない場合の対応について紹介します。
Amazon アカウントにサインインしないで電話やメールで問い合わせるという方法もかつては存在しましたが、現在は全て潰されてしまっています。もしサインインしない状態でカスタマーサービスのボタンを選んでもアカウントの作成は求められてしまいます。もし Amazon のアカウントを持っていないという人が Amazon 商品の誤配を受けた場合には、アカウントがある人に頼んで代わりに問い合わせてもらうという方法が簡単です。変数不要な商品であれば、問い合わせの時に特に個人情報など聞かれないので、荷物を受け取った本人以外でも連絡ができると思います。そのような対応が難しい場合には、一時的にアカウントを作成ということをお勧めします。最後に Amazon の配送業者はどこということについて解説します。Amazon の商品ページで配送業者名が Amazon となっている商品は、Amazon と提携している多数の配送業者のどれかが配達を担当しているそうです。かつてはデリバリープロバイダーと呼ばれていましたが、現在はこの呼称はなくなっています。地域や商品によって担当する配送業者が異なるので、荷物を見てもどの業者が配達したのかわからないようになっています。そのため不便ですが、 Amazon に問い合わせるしか方法はありません。それではまとめです。いかがだったでしょうか。今回は Amazon から他人の荷物が届いたら開けても OK 対処方法解説というテーマでお伝えしました。問い合わせの手順は少し複雑だったかもしれません。ただチャットはすぐに返信があるのでスムーズに終了します。誤配された商品を連絡もなく猫ばばしてしまうと罪に問われる可能性もあります。必ず Amazon へ対処方法を一度連絡することをお勧めします。この動画では人生をちょっとだけお得に送るための生活改善情報を発信しています。よろしければチャンネル登録やいいねボタンのタップをお願いいたします。プロフィールページから Twitter のフォローもできますのでよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。